はい、で9番、数の多い商品は粗利益率を重視、数の少ない商品は粗利益額を重視する。ここで言うように大量に売れる商品というのは価格が命なんです。要するに価格が1円でも2円でも上がれば、それが、ね、100万個とか1万個売れれば粗利益額がすごい金額になります。だから要するに数の多く出る商品っていうのは価格を重視しなくちゃいけない、むしろ M 率を。それが1円の変化がものすごい利益に、粗利益に変化を及ぼすから。ところが数の少ない商品、例えばうちで、ね、3階に絵があるね、篠田桃紅先生の絵がもうなくなってしまいましたけど、あれって粗利益重視するした方がいいと思う。数に限定があるものは粗利益なんかどうでもいいんですよ。粗利益額さえ稼げれば、あの私どもがあの商品を売れば、こんなこと皆さんを信用しないと言えませんけどね、200万円儲かるんですよ、粗利益額が。だから要するに100万値引きしたって100万で仕入れたやつが200万で売れるんですよ。だから何も300万で売る必要ないんですよ、売ろうとした時に。100万利益出るんだから額で。こんなのね、利益率が骨董品は 66% の粗利益率だと、そういう絵画とかね、だから300万を値下げを10万20万円値下げしてたら、それじゃ売れないなんて商売じゃなくて、ちゃんと粗利益額がしっかり稼げるんだから、別に20万30万50万100万値引きしたって構わないんですよ。だからここで言うように、数の少ない商品は粗利額が稼げればいいんです。額が大事なんですよ、高い商品は。だからよく小売店とか骨董品とか、あのデスカウントショップなんかもそうだけど、ヴィトンとかね、いろいろ高級品を扱ってますよね。で高級品は仕入れも高いけど売る価格も高いけど、あれを粗利益率にこだわっていたら、で売るチャンスを逃してしまう。粗利益額が稼げるわけですよ、高級品は。で仕入れも高いから粗利益率は低いけど、粗利益額が稼げるもんですから、それは貴重品なもんですから。それが商売の基本的な、粗利益をいかに増やすかっていうことの意味なんです。でそういう意味でこの文章を9番目で、書きました。